こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。キズナあかりです。さて、1月ももう折り返しというところに来ましたね。新年が始まったのがつい昨日のことのようですぞ。本当に、ようやく、体がお正月休みから抜けたような感じですよ。今年は年始のスタートも地域や会社さんなどにより、結構バラバラだったみたいですからね。ちなみに私は普通に4日から働いておりました。お仕事だと、やはり4日から始まったという方は多いようですね。皆様今年も頑張りましょうね。と、余談はこの辺にしておきまして、今回もあなたの PC デスク企画をやっていきたいと思います。毎度のことながら、本企画への応募方法に関しては、動画の最後で告知させていただきますので、応募してみたい、という方はぜひ、動画の最後をご覧くださいませ。では今回も一人目の方の紹介から始めていきましょう。よろしくお願いします。エントリーナンバー159番、猫ぽいぽいさんからの投稿です。猫ぽいぽいさんからは、3枚のお写真をご投稿いただきました。今回は、そのうち2枚をご紹介させていただきます。では早速お写真の方見ていきましょう。こちらご投稿いただいた PC デスクのお写真になります。机からはみ出して画面を配置する大胆さ、めっちゃ好き。これだけはみ出しても大丈夫ということは、アームで固定されているのでしょうか。多分そうっぽいよね。正面の2つは普通にモニターの足を利用されている感じっぽいです。そしてこの画面を見てトリプルモニターか、と思った方、実は奥にあるタブレットみたいなやつ。これもモニターです。あ、これモニターだったんですか?てっきりサーフェス的な PC かと思ってました。はい、これ最近流行りのモバイルモニターってやつですな。USB バスパワーとかで動いたりするやつ。実は私も1台買ってレビューしたかったりします。で、利用されている入力デバイスに関してですが、マウスはレイザーさんの製品を利用されており、キーボードはリアルフォースを利用されているようですな。最近になって、結構、レイザーさんのマウスを利用されている方をよく見ますね。やはり老舗ゲーミングメーカーさんなので、歴史の分だけ愛用している方も多いんだと思いますぞ。ちなみにこのリアルフォースはおそらく私の持っているやつの、塗装が黒になったバージョンだと思います。あと、利用されているゲーミングチェアに関してですが、これちょっと私の知らないメーカーさんのようでして、もしこの椅子の詳細などを知っていらっしゃる方がいましたら、コメントにて教えていただけますと幸いです。では、次は PC 内部のお写真を見ていきましょう。こちらいただいた PC 内部のお写真になります。黒いケースに赤い金属パーツ。黒と赤がお好きなようですな。そういえば、さっきのゲーミングチェアも、黒に赤いラインが入ってましたね。自分が好きな色は自然と集めちゃうものですよね。ちなみに CPU の冷却には EnerMax3 の簡易水冷、3連ファンタイプの大型なものを利用されているようです。では、気になるこちらの PC のスペックですが、CPU に Ryzen 9 3900X を搭載、メモリは162枚で 32GB、グラボには RTX2080 スーパーを搭載したマシンとのこと。おお、隙がないハイエンド構成ですね。ですよね、で、あと私が気になったのが、グラボの下に、何かのカードが刺さっているんですよ。ほんとだ。これは何のカードでしょうか?はい、背面に見えるアバーメディアさんの名前でわかったかもしれないですが、こちらのカードは、4K キャプチャ可能なキャプチャボードとのこと、私もアバーメディアさんの製品愛用しております。そういえば投稿者さんの使ってるのは同じメーカーさんでしたね。はい、キャプチャソフトの使い勝手もよくお気に入りです。動画で利用する画面録画は基本全部それ。キャプチャボードもあり、これだけのハイエンドマシン。となると、この方は動画編集などをされていそうですね。確かに、環境的にしていても不思議じゃないですね。ちなみにメイン用途はゲームとのことでしたぞ。ということで、エントリーナンバー159番、猫ぽいぽいさんからの投稿でございました。猫ぽいぽいさん、ご投稿誠にありがとうございました。もしこの動画を見ていらっしゃいましたら、キャプチャボードはどんな目的で利用されているのか、またこの PC で他にどんな作業をされているのか、などを教えていただけますと幸いです。では、次の方の投稿に行ってみましょう。よろしくお願いします。エントリーナンバー160番、あやパパさんからの投稿です。あやパパさんからは、
5枚のお写真をご投稿いただきました。今回はそのうち2枚をご紹介させていただきます。では早速お写真の方見ていきましょう。こちらご投稿いただいた PC デスクのお写真。って何このスタジオみたいな環境。大型楽器店に来たような機材の充実っぷりがすごい。今までも何人か DTM をされているということでご応募はいただいていたかと思うのですが、今回の方はその中でも群を抜いて DTM 感の強い PC デスクですな。というかもはや音楽デスクと言えそう。こういう PC デスクのあり方もあるという例ですね。いやー、にしても圧巻のデスクですな。奥のディスプレイ数的にかなり大きめの机かとは思うのですが、もはや他のものの置き場がないほどに DTM 機材が揃えられておりますよ。普段メインで紹介するキーボードやマウスも今回ばかりは脇役に甘んじてしまいますな。 PC を使うためというよりはもはや作曲ソフトを使うためという感じですね。いやはや、私がもっと DTM に詳しければこの機材はとかこれまで揃えてるなんてと紹介できるのですが、 DTM マジで D の字もわからない素人なんですよね。まあそうでしょうね。ということでこの辺の機材に関するお話などはぜひ詳しい方がいましたらコメントで私の代わりに解説していただけると。視聴者さんに解説を投げるという新しい試み、マジでピアノっぽいものがあるくらいしかわからぬ。では次は私でも解説ができる PC のお写真を見ていきましょう。こちらがご投稿いただいた PC のお写真になります。よかった、ここは普通に解説できそうです。まあ PC は普通に PC だと思いますよ。ちなみにこの PC ケース、私実配膳に使っておりまして、お値段の割に非常に使い勝手の良いものでした。黒カラスという名前のケースなのですが、背面にはデフォで LED ファンがついています。青色だけだけどね。最近はケースに最初から LED ファンがついているものが増えましたね。やはり時代柄 LED をつける人が多いので、セットで購入してもらった方が効率がいいんでしょうな。で、気になるこちらの PC のスペックなのですが、 CPU に i9-9900K を搭載、メモリは16が4枚で 64GB、グラフィックは内蔵のものとなっているようです。すごい。 i9 を搭載してメモリも 64GB、 それでいてグラボなしというところに DTM 特化マシンの本気を感じますね。ですな、あくまで処理性能、大容量メモリが目的、特にグラフィック性能は必要ないと割り切った構成。これぞまさに用途に特化した PC の一つのゴールと言えるのではないでしょうかね。ちなみに日常使いとしては別にノート PC があり、基本的な作業や遊びはそちらでしているようです。となると本当にこの PC は DTM 特化なんですね。専用 PC という超かっこいい響きですな。ということでエントリーナンバー160番、あやパパさんからの投稿でございました。あやパパさん、ご投稿誠にありがとうございました。ちなみにこの方からは Twitter のアカウントをいただいています。こちら概要欄に掲載させていただきますので、もしご興味があればそちらも合わせて覗いてみてくださいませ。あと DTM 詳しい方、ぜひコメントで解説をお待ちしております。では、次の方の投稿に行ってみましょう。よろしくお願いします。エントリーナンバー161番、てりたまさんからの投稿です。てりたまさんからは3枚のお写真をご投稿いただきました。今回はそのうち1枚をご紹介させていただきます。では早速お写真の方見ていきましょう。こちらご投稿いただいた PC デスクのお写真になります。いいですな、シンプルデスク、そしてスタイリッシュ。ただシンプルなだけではなくて、細かなものすべてにこだわりがありそうな感じがまたいいですね。確かにこのサーモスのコップはめっちゃ良さそう。いや、そこは普通にガジェットにしてくださいよ。だっていいコップ欲しいんだもん。と冗談はさておき、スピーカーも JBL さんの人気商品、時計としては Amazon のアレクサ搭載の製品、そしてディスプレイが ARM 搭載であったり、スマホもきちんとスタンドに立てて運用しているということを見るとかなり几帳面で、かつ細かなところにはしっかりと自分の好きを盛り込んでいるのがわかりますね。そして基本的な運用はノート PC がメインとなっており、それを拡張してデスクトップのように使っておられる様子、
こういう脳と拡張系デスクも憧れますよね。なんというか、小型メカが合体して巨大ロボになる的な。まあ、そこまでの完成はないですが、普通に言おうとしていることはわかります。そして、私が一番グッときちゃったのが入力デバイス。マウスはロジクールさんの製品となっておりまして。キーボードがハッピーハッキングキーボードなんですよね。いやーめっちゃ羨ましい。え、何ですかハッピーハッキングキーボードって？はい、キーボード好きなら知らない人はいないであろう製品です。ここからは少しマニアックな話になるのですが、ハッピーハッキングキーボードとは、個人が修正たとえコンピューターが変わったとしても使い続けられることをコンセプトに作られたキーボードで、やはりその大きな特徴としては独自のキー配列や、ユーザー好みにカスタムできる設定や高さなど、設計段階から遂行され尽くした、まさにキーボード一つの到達点。コンパクトさ、使い勝手の双方は一度使い慣れるともうハッピーハッキングキーボード以外触らなくなるほど。というものなんですよ。なるほど。まあ一つの完成された、キーボードという感じですね。キーボード好きなら一度は所持したい代物です。いやー、この環境をノートに拡張して利用されるとは、ノートもこれは喜んでいること間違いなしでしょうな。ここまでが釣り使い込んでもらえたら嬉しいでしょうね。で、気になるこちらのノートのスペックなのですが、CPU に i7-8550U を搭載、メモリは 16GB となっており、内蔵グラフィックに、ストレージが 1TB 足してあるようです。普段使いなら最強クラスのノートパソコンですね。事務作業、プログラミング、動画視聴やブラウジング、普段の用途ならマジで何ら不足しない素晴らしいスペック。それをこんな素晴らしい作業環境で使う。意外とノート PC 拡張デスクっていいかもしれないですな。画面1枚足せば、すぐにデュアルディスプレイになるところもいいですね。ですな、そして持ち運びたい時は合体を解除して、また小型ロボとして発信できますからね。その謎のロボ設定続いてたんですね。意外とこういうミニマルな環境って憧れちゃいますな。ということで、エントリーナンバー161番、てりたまさんの投稿でございました。てりたまさん、ご投稿誠にありがとうございました。もしよろしければ、ハッピーハッキングキーボードの使い勝手や、その独特なキー配列にはすぐ馴染めたかどうかなど、ちょっと私に詳しくコメントで教えてくださいませ。すでに買いたくなってますね、これは。いやー人が使ってるの見るとめっちゃ欲しくなるよね。ということで、今回は以上3名の方の紹介で終わろうと思います。ご応募いただきました、猫ぽいぽいさん、あやぱぱさん、てりたまさん、ご応募誠にありがとうございました。ありがとうございました。では動画最後に毎度恒例、本企画への応募方法についてですが、本動画の概要欄に写真投稿に関してはこちら。という形で、私のブログの URL が貼ってあるかと思います。こちらからブログにアクセスしていただきまして、そこに記載されている応募規約とルールをまずはお読みください。こちらにご同意いただける場合は、指定のアドレスまで、お写真を添付、本文を記載の上で、お送りくださいませ。規約に反してしまうとご紹介ができなくなってしまいますので、ぜひ規約の方は一度しっかりお読みいただいた上で、ご応募の方をよろしくお願いいたします。じゃあ今回はこの辺で、あかりちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。